ここはパルヌン。こんにちは、島崎遥です。今日はロシアンわさび大量寿司、当てれずに全て食べきれるかということで、この美味しそうなお寿司の中に一つだけ大量にわさびが入ってるとのことなので、これを早速今から食べていきたいと思います。私は今日まだお昼を食べていないので、お腹がペコペコなので、なるべく多く食べたいということで、いただきます。一発目からは痛くない。でもこれさすがにこういう軍艦にはどう考えても入れられないと思うのよ。だからこれから行く、この変わってるエビ、美味しそう。エビのお寿司いただきます。大丈夫、美味しい。2つ目、マグロ食べたいんですよ。私マグロ食べたいんだけど、これわかります？なんか普通のお寿司にもちょっとわさび入ってるっぽくて、透けてるのよ、このあからさまに。だから怖いんだよな。で、手前のいただきます。うん、大丈夫だ。これ怖い、ちょっと全部にちょっとずつわさびは入ってるので、そうなんじゃないかっていう自信暗鬼。いくらも行きたいな。でもね、いくら2つあって、こっちがなんかちょっと大きいのよ。なんか盛り上がってる感じがしてちょっと怖いからこっちに行く。さすがにこれを溶けてまでさ、わさびは入れられないでしょ、大量に。いただきます。うん、おいしい。こんなにドキドキしながらご飯を食べるのは初めてです。どれ食べようかな。サーモンも行きたいんだよな。なんかね、なんかちょっとこのサーモン怪しいのよ、さっきから。なので手前行く。いただきます。うん、ええ、おいしい。はい、じゃあ次どうしようかな。このイクラの隣にある美味しそう、これ美味しそうだから行きたいんだよな。行っちゃいますか。大丈夫でしょう、透けてないし見えないし大丈夫そう。いただきます。うん、美味しい。これ今何貫食べたかな。結構食べれてる気がする。怖いんだよな、なんかここら辺大きいの、なんか盛り上がってるの怖いんだよな。そう思うとこのイカは大丈夫な気がしてる。いく。大丈夫。どうしよう、全然わかんない。カジノコいっちゃおうかな。これも海苔だから大丈夫でしょう。いただきます。うん、大丈夫。大丈夫。この貝とエビかな。貝、ホタテとエビのどっちかに入ってるのかな。でも私が思ってるのは、やっぱさっきからやっぱここら辺が怪しいんだよね。この2つのどっちかなのかな。ね、どっちだろう。エビはね、大丈夫だと思っている。エビいく。いただきます。うん、大丈夫。強い。
え、これ以上が待ってるってこと？全部一緒だもん。これもちょっと怪しいけど、マグロがやっぱ怪しいんですよね。大丈夫だと思う。え、どっちにしよう。どっちも一緒っぽい。え、わかんない。多分大丈夫だと思う、どっちも。いただきます。でも辛い、どうしよう。やばい、こんな、あ、まだまだいる、まだいる。どうしよう、わさびがうがいしたい。ということで、私のランチはこれにて終了でございます。いや、やばかった。初めてです、これも。バラエティはたくさん出てきたんですけど、わさびも大量わさび初めて。きつい。あの激辛以前の動画やったんですけど、それよりきつい。もう衝撃がすごい。なんか口を1ミリ動かしてしまうだけで、ここら辺ここら辺がじわーってなんか痛かったです。いやー、もっと食べたかった。お腹が空いた。普通のお寿司ちょうだい。それでは、この動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。 Twitter、Instagram もフォローしてね。